最近動画のモチベが爆上がりしているどうもアフロです。はい、ということでね、今日もねフォートナイトをやっていくんですけど、今回の企画、あなたは何個知ってるなんとかクラシック。はい、ということでね、今回はですね、皆さんよく聞きませんか、なんとかクラシックっていう技。僕の知っている限りね、ちょっと集めてきたので、そちらをね紹介していきたいと思います。知らないのあったりね、知ってても詳しいやり方わかんなかったりしたらね、この動画を見てぜひできるようになってみてください。ということでね、じゃあ早速一つ目のなんとかクラシックからやっていきましょう。レッツゴー。はい、ってことでね、一つ目なんですけど、一つ目がですね、もう一番王道なの行こうかなってことで、相手がこのボックスの中にいたとしましょう。そして自分がじゃあ張り替えに行きますと。張り替えるときにこうすると、こうしてこう。はい、これ皆さん何でしょうか。はい、せーの。はい、モングラルクラシックですね。こちらモングラルクラシック、みんなが一番知ってるんじゃないかな。これですね。まずね、じゃあやり方をね軽く説明したいと思います。この壁がありますよね。相手がこのボックスに止まっていて、壁があって、これを張り替えるときに一緒に、何でもいいんですよ。ツルハシで張り替えるときでも、アサルトとかで張り替えるときも何でもいいんですけど、張り替えるときに一緒に階段もね中に入れちゃうと。で、まあ、開け方は何でもいいんですけど、まあ4つ開けてこうするなり、窓開けてこうするなり、何でもいいんですけど、とりあえず張り替えたらすぐにこうすると、2段編集して打つっていうのが、これがなんで強いかっていうとですね、相手視点からするとこう張り替えられて、張り替えられたら、まずこうなるんですよ。で、向こうからこう開いてやられる。相手から見たら何が起こってるかわからない状態にまずなるんですね。こうやってこっちにいる限り弾も通らないんで、相手の弾をガードしながらこれでシュンシュンって好きなタイミングで開けて攻撃できるというのが、このモングラルクラシックという技ですね。皆さんも一度はやられたことあるんじゃないでしょうか。そして皆さんうまく使えているでしょうか。これはですね、階段を中に入れるのがやっぱ最初は難しいと思います。僕もちょっと苦労しました。階段をね入れようとすると、こういう風にここにできちゃったら、先にね、これが壊れる前に階段を押しちゃって自分のここに置いちゃったり、あとはうまく階段を押してるつもりでもこういう風に入らなかったりね、そういうミスがよく考えられるんですけど、これはですね、もう意識ですね。先に階段を置くっていうことだけを意識して建築すれば、いずれは階段がちゃんと入れられるようになると思います。そしてですね、こちらの対策法もね紹介していきたいと思います。というのもですね、相手が張り替えに来た時にもう屋根を置きましょう。絶対に屋根を置いて待ち構えましょう。で、張り替えられたらこうやって横に逃げるなり後ろに逃げるなりして、モングラルクラシックをされて倒されないようにしましょう。こちらが対策法ですね。これをやらないとやっぱり一瞬でシュンシュンって編集されてバーンって撃たれちゃうんで、絶対自分の作ったボックスに敵が張り替えに来た時はもう屋根を入れてしまいましょう。じゃないとね、向こうの思うツボになっちゃうんで、そこは気をつけてください。ということでね、一つ目の技とその対策法を紹介いたしました。じゃあね、次のクラシック技やっていきたいと思います。次。はい、ってことでですね、次がこちらですね。はい、こちらスイリウムクラシックですね。前の動画でも紹介したと思うんですけど、こちらも強いんですけど、スイリウムクラシックをね紹介してる動画まだ見てない人は見てほしいんですけど、一応ね見てない人のためにも解説していきたいと思います。スイリウムクラシックはですね、簡単にやり方を説明すると、床を置いて、床開けて、階段を置いて飛んで、ここから銃弾を通す。で、相手から見るとこんな感じで、いきなり頭がこうピョって出てきて撃たれるっていう技なんですけど、相手の不意をつけるっていうところでね、結構強い技なんですけれども、こちらね注意点がありまして、相手に読まれてるだろうなって時はね極力やらないようにしましょう。っていうのもですね、ここからね出てくるってことが分かってたら、こうやって待ってたらいいんですよね。こう仮にね、こうやって待ってたら、自分の弾はこんな感じであんま通らないんですけど、相手の弾は全部通るんで、しかも頭だけこうピッて出てくるんで、自分だけ大ダメージもらって相手にはダメージあんまり与えられないってことがね起こりかねないので、相手にね技を読まれてるだろうなって時はねやらないように注意しましょう。逆にね、やってもいいかなっていう時は、敵と自分が交差した時、こっちから敵が来てて自分はこっちから行ってると、ああ同じ段にいるなっていうのが大体分かったら、ああこのまままっすぐ来るなって思ったら、こうして待ち構えていきなりこう不意打ちで撃つみたいなね。とりあえず相手の不意をついてね、一瞬でこう編集して時間をかけずに撃つというのがねこう大事になってくると思います。前の動画でねこれ言うの忘れてたんですけど、この銃弾を通すための場所によってこれ通る通らないあるんですよ。コツを守らないとこういう風にね
目の前のこれに当たっちゃったりすることもあるんですけど、今からねそのコツを少し紹介したいと思います。こちらですね、コツがですね、開けます、置きます、そしたら自分のこの頭、自分の頭が引っかかるぐらいだとこう返されちゃうんで、頭は引っかからないぐらい、この線ぐらいで飛ぶとちょうど玉だけ通って、こんな感じで真正面向いててもほいっ。でもこれよりちょっと前、ちょっと前行ってみるとダメだったり、ちょっとこの線より後ろ行くと打っちゃったり、なんでこの線、この線に立って、まあここはもう毎回毎回これやってる場合じゃないんであれですけど、だいたいこの線あたりに立つことをもう練習して、ミスることはあんまりなくなると思います。ぜひねこちら意識して使ってみてください。でスイリムクラシックの対策としてはもう読むことですね。この形が来たらだいたいここから出てくるだろうなっていう、もう大方それなんで、この形が来たらもうこうやって構えといてください。もう来るな来るな来るな、あい来たぐらいの感じでね、落ち着いて対処しましょう。ってことで2つ目の技とその対策法をご紹介しました。じゃあね次の技いきたいと思います。 NEXT。はい、ってことでですね、次がですね、これはまたボックスファイトの時に使える技なんですけど、自分のボックスにこもってて、相手がじゃあこの段にいたとしましょう。この上の段ね、その時に使える技なんですけど、はい、こちらですね、名前知ってるでしょうか。こちらマートズクラシックってやつですね。これはですね、新機能のよじ登りをねこう使った技なんですけど、これねやり方を説明すると、ボックスがありますよね。ボックスがあって2つ開けるんですよ。自分の敵がいる側じゃない方のここを2つ開けて、でここの編集した床に登ろうとします。でもこの屋根があるので登ることはできないんですよね。で落ちてくんですよ。その時に、落ちてくる時に屋根だけリセットするんですね。すると屋根は透けて自分のショットガンの弾が通るようになるんですよね。で相手の不意をついて、要するにこの見た目のまま弾がここに飛んでくるってことなんで、めちゃめちゃ相手の不意をつけて強い技なんですね。この技の対策としては、そもそもね上に登るときに相手のボックスの屋根と自分の床の間にこういう風に、ね、壁とか屋根を置いちゃうこと、こういう風にやっちゃうこと、こういう風にやると、そもそもねここから銃弾が飛んできてもこんな風にねガードできるんですね。そもそも相手のボックスを張り替えに行ったりね、ボックスの近くに行くときはちゃんとね自分と相手の建築のね間に壁を置くようにしましょう。そうするとね、まあ割とどんな技でも防げるし、このマートズクラシックも対策できるのではないかと思います。はい、ということでね、3つ目の技とその対策法を紹介しました。じゃあねラスト紹介していきたいと思います。ラスト、はい、ってことでね、ラストがですね、こちらね日本人の方の技になるんですけれども、今の環境だとねノーマルモードでしかできないかな、なんですけど、そちらの技がですね、こちらですね、皆さん知ってますでしょうか。クララクラシックという技ですね。クララさんの技ですね。こちらショックウェーブである程度離れたところからこういう風にショックウェブの勢いで壊れた壁を張り替えるついでに、ここに屋根を入れて、もうここの建築をね一瞬で全部取って撃つという技ですね。こちらね詳しいやり方をね解説していきたいと思います。こちらですね、敵のボックスがあります。そしたらこの建築のマスあるじゃないですか、1マス2マス3マスってあるじゃないですか。これを3マス、まずボックスの先に3マス伸ばして、2マス目の端っこに立って3マス目にショックウェブを投げます。といっで、屋根を持ちながら行って、先に屋根をここに入れちゃって、その後にすぐ壁を置く。で、すぐ開けて、こう。って感じですね。こちらの技はね、今ね、できないんですけど、アリーナとかではね、ノーマルモードでできるかな？今、ショックウェブあるかな？一昔前はね、めちゃめちゃショックウェブとかね、アリーナとかにもあったので、その時はよく使われたと思うんですけど、もう今の人知ってる人少ないんじゃないかな？ショックウェブを使ってね、いろいろやってたの。クラッシュパッドとか覚えてます？皆さん。この技ね、もしね、次のシーズンとかね、このショックウェブが次のシーズン戻ってきたらね、もう皆さん、じゃんじゃん使いまくってください。このクララクラシックですね。使ってみてください。おさらいすると、敵のボックスがありますよね。そこから3マス先まで行って、この2マス目と3マス目の境目ぐらいに立ってショックウェブを投げると、で後ろ向いて屋根も入れて、これだけですね。相手から見るとね、もういきなりこことここが取られて、こう相手焦りすぎてもう多分何もできない状況になっちゃうんで、これはね本当にね強い技だったと思います。もしね次のシーズン帰ってきたらね使ってみてください。こちらの対策法はですね、まあボックスの中からね、あちょっと離れてるなって思ったらちょっともう離れましょう。もう絶対来るんで、もう3マス伸ばして
ってるるるとか言ったらもう絶対ここ来るんで、一回離れましょう。離れて隣のボックスでも行きましょう。そしたらね、ここ、こういう風に張り替えられても、まあここに来ただけなんで、逆にここからねカウンターに入れれると思うんで、ここからね3マス離れたっていうのがちょっとでも見えた、もうなんならボックスからちょっと離れたなって思ったらね、もうこう逃げてください。こうやってそしたらね、トゥルルルルペーンって言って、ここが多分取られるんで、そしたらもう逆にねこうカウンターして、これがまあ僕が思いつく唯一の対策法ですかね。ということでね、4つ目の技とその対策法を紹介しました。はい、ってことでね、以上4つのクラシック技紹介しました。どれもね、建築をビュン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 するわけじゃなくて、テクニック的なことなのでね、まあ基本技だと思ってちょっと練習してみてください。ショックウェブとかはね、ちょっと帰ってきてからじゃないと難しいと思うんですけど、まあショックウェブ以外の技だったりね、ショックウェブとかもエンジョイで使ってみてはいかがでしょうか。はい、ってことでね、この動画がいいな、参考になったって方はね、チャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。以上、アフロでした。バイバイ。